秋の前だ、俺様だ。ここはね、なんだっけ、代々木公園ですね。はい、今日は6月12日日曜日の1時16分頃です。本当は1時前に着く予定だったんですけど、残念ながらねバスが遅れちゃったせいで遅くなっちゃいましたね。はい、まあ、でも今からね参加したいと思います。はい、どうぞ。はい、着きました。はい、噴水がそこでジャージャー行きますね。はい、アトム君もいます。噴水のね、噴はうんこじゃないですか。もし噴水の噴がね、うんこだったらうんこ水じゃなくて、もう大便で大変ですよね。大便だし大変っていうね。文人さんも映ってるじゃないですか。文人さん、私も下ネタ言わないよ。あ、なんかアトム君ボーボー燃えてますけど、ボーボー。なんかもう歴史真っ黒で、いや、可愛いですよ、今日も。なるほど、なるほど。おもてなしのタイミングって裏ありっていうね。まあ、裏ありで。はい、ただいまの時間はね、14時19分です。あと2分経つと21分になりますけどね。でもなんか警備の関係で場所を移動するらしいです。今からね移動するらしいですね。はい、太陽はボーボー燃えています。さっきね、カチカチマスクを取ったんですけど、みーちゃんもう飲んで空になったんで、このペットボトルも処分したいですね。もうボーボー気にしたいですね。はい、クルミンさんの登録者はそれの、ね、何十倍、何百倍じゃないですか。そうなんだけどね、クルミンの登録者の方が大人ばっかりだから。文人 TV というコミュニティチャンネルをやってる文人といいます。やばった、こんにちは、ゲーマリー、NN、AOMA、NN、AOMA、NN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 、ですね、普通の焼きそばです。で、紅生姜がいっぱいかかって真っ赤でジバニャンですね。それを食べようと思います。あ、ジバニャンの腹巻きをボーボー燃やしてるんですけど、どう思います？燃やしたらいいんじゃないですか。あ、燃やしたらいい、そうですよね。で、自転車もしボーボー燃やされちゃったらどうします？いや、やっぱ犯人見つけて、あ、それちょっとジバニャンの、もし腹巻きがあるじゃないですか。腹巻き、はいはいはい。もし燃やされちゃったらどうします？燃やされちゃったらどうします？はい、燃やされちゃったらどうします？はい、どうしよう、どうしよう、ボーボーボー歌うしかないじゃん。もしあのギターが文人さんにボーボーされちゃったらどうします？あ、それはもう本当にそのボーボーしたギターで文人さんを焼き殺します。ギターを文人さんを焼き殺します。焼き殺します。はい、はい、それは怖いですね。怖いですよ。ボーボーしちゃったダメですよ。好きなものって何ですか？好きなもの女性ですね。女性ですか？クルミンさんは好きですか？クルミンさんはだって妖怪だから。ああ、妖怪だから。ギバニャンみたいな。ちょっとね、番宣させてもらいます。はい、第9回関西 YouTuber の集まり、6月19日開催されます。ですね、なんとゲストがデデン、メグインさんと副島さんします。みんな来てみよう。また YouTube の関連動画見つけて、僕見てくれたんです。はい、クルミンアルマに物を持ってくるじゃあこれからも頑張ってクルミンアルマさんのバカにする動画を頑張ってください。いや、和解したんです。TV をボーボー燃やしたいです。あ、ボーボー燃やしてください。ジバニャンの腹巻きをボーボーということなんですけど、どう思いますか？ボー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 。ブンジンさんの好きなところ、ジバニャンの腹巻きをボーボー燃やしたいんですけど、ジバニャンの腹巻きをボーボー燃やすことについてどう思いますか？
か、ごめんなさい、困る質問ですよ。普通困る質問なんですよ、これって。何でもいいんだよ。賛成か反対かで言うと反対。反対、反対。あ、ということで、ジバニャンの花巻をボーボー燃やすことは賛成の反対、つまりアルカリ性ということらしいです。あれですか、そのジャックと豆の木が好きだから。いやいやいや、ナナシっていう意味のジャックと、はい、っていう意味で最初始めたんですけど、はい、後付けで切り裂きジャックっていうのと、あと YouTube をジャックする。あ、まあ、意味的にはまとめると、はい、ジバニャンの腹巻きをボーボーする。あー、そういうことですね。それは素晴らしい意味ですね。で、あの、ピーハラさんといえば、そのヘッドホン、はい、出ました。それはこの前で見た感じのビーチです、これ。ビーチ、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 どこで買ったの？これはアマゾンです。アマゾン川で拾ったわけじゃない。それはもう、文人さんみたいじゃないですか。嫌いなアニメがあるんですよね。はい、妖怪ウォッチ。はい、嫌いなアニメ、妖怪ウォッチ。ね、なんで嫌いなんですか。単純に、まあ、妖怪ウォッチは、まあ、ナズマイレブンの座を奪ったねっていう。あ、マジそんな感じがありますね、レベル5として、ね、俺ナズマイレブン大好きなんだ。あ、まあ、その妖怪ウォッチは大嫌いなね、漫才ですけど、はい、まあ、そんなあの大嫌いな妖怪ウォッチに出てくるジバニャンっていうおしっこ用の腹巻き、ね、猫、はいはい、あのジバニャンの腹巻きを俺様はボーボー燃やしたいんですよ、はい、でジバニャンの腹巻きをボーボーすることについてどう思いますか。いいと思いますよ。もうジバニャンどころじゃなくて、ケイタにもやっちゃっていいですよ。妖怪うちごとボーボーですね。はい、ブンジンちゃんは本当にブンジンさん、一番的な質問だね。もしかしたらブンジンさんじゃなくてブンジンさんの分身さんなんじゃないかなって。あ、そうか、いつの間にか、はい、本当のブンジンは実は死んでいて、いつの間にかその本当のブンジンの細胞から作られたクローンかもしれない。そうですね。でも、クローンだけど自分もブンジンを信じ込んでるのが今の話だった。じゃあもしかしたらブンジンさんは分身さんかもしれない。まあ、それだと分身だね。そうですね。好きな色って何ですか。好きな色は、まあ、黒とか白とか、はい、地味な何か2色系な、2色系な、まあ、パンチルゾーンっていう、2色系な、2色系な、2色系な、そっちやな、こっちやなるとちょっとまずいですよね。まあ、そういう系ならないんですね。じゃあ、なんかナルトの漫画とか全巻揃えたりとかしてるんですか。揃えてはないですけど、はい、揃えようかなって思って。ああ、じゃあもしそのナルトの全巻揃えて、それが例えば何者かによってボーボー燃やされちゃったらどうします。あ、もうそれはもうそいつ、はい、あ、じゃあもしその大事な動画を、うん、例えばじゃあ文人さんにボーボーされちゃったらどうします。ボーボーされたらね、マジでね、文人さんを殺します。怖い。ボーボーします。ちょっと文人さん目の前にいるんですよ。困ります。文人さんボーボーするときは分かんないようにボーボーボーするときは分かんないようにボーボーって言ってもらえるね。でもね、本当にもう大事にして、それは大事にしてる動画です。そうですね、動画大事ですよね。ジバニャンの腹巻きをボーボーすることについてどう思いますか。ジバニャンの腹巻きをボーボーすること、はいはい、ね、やっぱりね、はい、やっぱりショック。あ、ショック、ショック。うん、ジバニャンの腹巻きは、はい、もうだからもう多分去年も同じこと言ったと思うんですけど、温めてほしいっていうのは、ジバニャンの中をやっぱりお腹温めないと、はあ、本当にこう風邪ひいちゃうし、そうですね、まあ、どんな時でもそうで、やっぱりお腹温めるすごく大事。そうですね。セロトニンとか、あ、セロトニンが部分、一番大事な部分で、はい、このおでこの部分と、はい、おへその部分と、はい、あとね、腰の部分だって。あー、腰の、あるんだよね、このセロトニンを物質化させるホルモンの発症がね。そうなんですね。だから、すごく大事にしなきゃいけない。もうね、C 近いんですけどね、それでも最後はボーボー燃えてます。特にね、YouTuber の集いが終わって、今、くるみんアロマさんのね、なんかモッツァレラチーズゲームっていうのをやるところですね。はい、それでは、さようなら、ボーボー。このギターケースに入りますんで、じゃあ、お願いします。全然1分以内です。お願いします、お願いします。はい、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 お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。めざ30秒しかないです。めざ、めざ早く、早く、めざ、肩これ外して。めざ、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 じゃあ、くるみんさんはここでさよならボーボー出したですね。ありがとうございました。楽しかったです。じゃあ、またお願いします。はい。じゃあ、それではさよならボーボー。しまいに申し上げいたします。赤い電車で黄色い電車でお帰りください。帰りはね、おしっこ色電車で帰ります。はい。ボー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 。Boom, boom, boom.
ボボ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